い、2021年2月28日ドラクエウォーク、本日はたまりました配布とマイレージ合わせて合計で40連でございます。引いていこうということで、この1000連の方がタコメットでいただいた10枚でございまして、それでハグレメタルはもうマイレージが溢れそうだったので、先週だったかな、とりあえずこれだけ変えて10連だけ引くのはということで、そのまま保留していまして、それで現在のマイレージの状況はこんな感じでございまして、これを、まあ、役に立つかどうかは別としまして、とりあえず、セイレーンの方へ全部、変えていきましょうということで、こちらに変えていきます。最初の予定はね、はぐれメタルをずっと引き続けて、なんか自分の目当ての来たら、そこで行こうと思ってたんですけど、まあ、正直役に立つかって言われたら微妙なんですけど、面白そうなんでね、まあ、これとりあえず行きます。これを20連行きます。うん。これがなくなるまで引いてって、で、終わったら、またあれですね、はぐれメタル戻して、はぐれメタル狙っていこうかな、メタル剣を。そこですね。まあ、ほこらで一応役に立つかで、実用性的には絶対あっち引いた方がいいの分かったんですけど、まあでも面白そうなんで、魅了攻略とかなんかできんかなと思ったんですけど、ということで、とりあえずこれ交換していきますけど、どう？次のほこら更新が今週の木曜日、だから3月、ん ?1、2、3、4日になるんか？高難度の翌日か。高難度で魅了が入るとかないよね。いや、セイレーンの。なんかないかななんて、まあ、そんなね、寝ぼけたことも考えてますけど、とりあえず引いてきますとして、まずははぐれメタル行きますわ。面白そうなんですけど、セイレーンのね。いや、使えるとかは別ですよ。面白そうなんですよ。スパスと結構私引き押しなんで、面白いで使っててね、強いかどうかは別ですよ。そこら辺は別ですけど、今回のイベントは特にあれだもんね、スパスタと海賊を接待フィーチャーしとるとこだから、よく見せさせようとしとってこんな感じだから、実際に対策されたボスとか来られると、まあ、そこら辺はいいとします。とりあえず引いてきますということで、セイレーン本当は当たってほしいんですけどね、遊びたいんだよね、欲しいんじゃなくて遊びたい、試したいとかね、まあ、とりあえず行きましょう。はぐれメタル10連いきます、ドンということで、実用性は絶対こっちなんですけどね、使いやすいと思うわ本当に。メタルの祠も突っ込めるし、一応今んとこは、お、ここで2時か、ここお前あれ渋いこと言うな、なんか精錬ちょっと欲しそうだな。試したいんですよね、本当に。魅了全員にやってみたい。ガルーダにもやりたいわ。いや、聞く期間は別として、散々苦しめられた魅了はやってみたいですよね。で、一応補助スキルの多いのがね、いっぱいあるもんで、スカラもついとるしね、あれね、使えんかなと思うんですよね。ね、まあね、夢のまた夢みたいな話なんですけどね、私がね、なんかゴリゴリの課金者とかだとあれだよね。あと、セイレーン4つ揃えてさ、ショータイムで、まあ、ルーンバックから、まあ、一応4つあるんで、これはあれだね、ゲリオン用にとつらなかんね。何？ショータイムで20回復ずつ。お！雷神がこれでね、何突目になるかな？ 3突目にもしようかな。2突目、3突目ぐらいだったかな。王者剣があるんで、そうだね、ありがとうございますということで、まあでも本命はこっちですよ、一応気持ちはね。さあ、ここで虹出ちゃうといかんね。まあ、とりあえず行きましょうということで、あれこっちやつね、セイレン。武器なんですけどね、今回は。いつも防具とか言うんだけど、防具もあれだけど、遊びたいんですね、これで。遊びたいんですということで、とりあえず行きましょう。まずは10連目。どうでしょうかね。まあ見た感じ性能とか見は確かになんかダメかな、ダメかな、ダメとは言わんけど、そんなにかということで、とりあえずこれはありがとうございますということで、あ、もうそんなにあれか、そんなに装備、あ、でもトレジャーいいね、これ。とつれるね、ということで、20連目。さっき虹出ちゃったであかんかね、とりあえず行きましょうということで。淡い期待を持っとんですけどね。さて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 、どうでしょう、どうでしょう、シュル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 って、お、二つありますね。さてさてさて、これ本当でもあれだよね、マジで SP 排除じゃないけど、もうちょいさ、排出下げてあげると結構ガチャの何、みんな引く人増えるかなと思うんですけど、そうか、外貨でもまあ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 、私確かね、下の方で薄かったと思う、品揃えが。4つやっぱ揃えておきたいですもんね。さて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 、ここら辺もあれだね、スラミチメダルの餌としまして、スラミチメダルの効果もなんかまた増えてくれていいですよね。って思ったんですけどね。まあ、それよりそれよりということで。さて、クリスタルクロウこれで、これどうしようかな、突っていこうかな。2本は一応あるんですよね。まあ、SP もちょっと揃ってきたけど、そんなに SP は出なくていいですね。それで最後の、なけなしの10連か。
これでいきましょうということで、なかなかあれだね、淡い夢で終わるか、さてと、どうでしょうか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 、演出的にはどうでしょうか。ああ、ということで、残念でしたね。ということで、ありがとうございます。ということで、変わらんよね、変わらんよね。と、まあ、こんな感じでございまして、ツインスワロー日本持ちとかいけんかな、できんかな。これちょっとあれだな、ゲリオンとかの祠、あ、でもレンジあれか、重複して使えるとかあれか。ということで、まあ、ありがとうございますとしまして、で、最後にちょっとね、淡い夢ながら見ときますけど、これでも面白そうだと思いますよ、本当に。スパスタひいきで使っとるかな、私。セイレーンのささやきも実際に使ってみてどんなもんか感覚知りたいんですよね。で、この潮祭も一応なり、ショータイム発動したら20回復。これ4人にも出したらできんかな。ショータイム連打でなり、回復なしでオートでとか。難しいかな。難しいかな。あわゆくばってなんか思うんですけどね。で、魅了はやっぱ気になるんですよね、これね。青のスキルじゃないんだけど、どの手の今までの相手で入るんかなって、メガモンとか、それから今の祠で、今おる強敵含めて、で、それから洞窟か。まあ、洞窟も今の強敵も一緒ですけど、なんか入るやつおらんのかな。だってこれつけてくるってことは、ねえって思いません。それかこの木曜日か。今週って言った方がいいか。一応今日日曜日だから明日、開けて3月からか。1日、2日、3日、水曜日、こうなんだって。4日じゃなかったです、確か。ほこら。で、そこら辺の何、新しいほこらで多分これ、ポイントまた復活して、だったよね、だったよね、ちょっと待ってくださいよ。で、そこで、なんかチャームの通じる相手が私出てこんかな、なんて勝手な想像してるんですけど、って考えませんかね。この上さ、大体あれだもんね、前倒しに出してって、ガルーダのここらで結局、ここら辺でね、使うような筆、それがどんなもん、リリース的に言うと1ヶ月前ぐらい。あ、ちょっと前倒しの感覚があるから、そうですね、4日の3時までだもんね。だから4日更新ですもんね。で、4日更新でおそらくあれでしょう。最後に。モンスター図鑑の、ストーリーに行けばいいか。こいつ。これは更新されてますがね、ウドラーは。この、要はこの、出てますが。カーソルやっちゃうと、出ちゃうで嫌だけど、出ちゃうっていうか、戻すのがめんどくさくなるで嫌だけど、星っていうかスライムマーク1個じゃないですが、出てますがね。だからそこら辺でなんか来んかなーって。ウドラーはでもあれだもんね、さっき調べたんですけど、何にもあれだもんね。メラが効いてバギ耐性で、魅了は別にあれだもんな。まあ、このところないでわからんけど、ひょっとしたら入らんかな。入らんかな。いや、ウドラーだってめんどくさいよね。蘇生じゃないけど、タイル交わして倒さなあかんとか、最初これめっちゃ苦戦しましたよ、私。デーラ世界中確か使ったもんめんどくさいでわけわからんくて、とりあえず章を進めたくて、新章解放の時、ないかな。とりあえずウドラーは多分想像では出てくるんじゃないかなと思ったんですよ。いや、このスライムマークが増えとるから。で、他の見ていくと、ナイスがね、ここら辺ナイスがね、ボスで言うと。こいつないもんね、死神貴族ないもんね。ここら辺ないから、でも遡っていくともうないか。そうだね、ないもんね。こらえないか、死神貴族ないし、で、これずーっと見ていくと何にもあれだもんね、増えてないもんね。これもないもんね。ワイドキングもないもんね。ないから、そうやっていくと、やっぱウドラーだよね。って思うんすよ。なんか、機関かなーなんて、まあ、淡い夢じゃないけど、思っとんすよ。魅了なんか絶対あれだろうな。あった方が有利にいけるみたいな。まあ、とまあそんな感じで本日は最後ちょっとこの画面戻しまして。セイレーン結構期待しとったんですけどね。まあ、あれだな、ピックアップじゃないけど、マイレージと配布だけじゃなかなかあれだな、貯めてって30連か、20の10で。なんで、まあこれとりあえず3月いっぱいか。来月か。いっぱい一応まあこれとりあえず引いておこうかなと思ったんですけど。その間にまたなんか、3月12でイベント終わるんか。そうするとこの海賊福引きが更新されて新しいの来て、そこで魅力的なのがなければそのままセイレーン引いてって行ったらそのまままたはぐれメタルへ戻ろうかなと思ったんですよね。その頃にはまたあれだろうね。はぐれメタルより魅力的っていうか、ホコラとかで多分役立つ武器が出てくるでしょうね。ゲリオンとかもね。更新ではないけど、入れ替わりっていうか、それより新しいのとかって来てもあれですわね。もうそろそろで、ね、魔王の使いみたいな感じでって思ったんですけどね。まあとりあえずそんな感じでございます。あわゆくばねって思ったんですけどね。ほんと試したかったんですけどね。とまあそんな感じで本日はね、配布と、
マイレージ合わせて10、20、40ですか、引いてきまして、まあ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 、SP は一応持ってないところか、穴埋め的にはなったんで、コツコツは強化されとるということで、まあ良かったんですけど、名残惜しいながら本音をね、製品が欲しかった、試したかったということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。